3月15日日曜日、時刻は午後6時を回りました。辛坊治郎サンデーキッス、サンドクルーの辛坊治郎です。薄田ジュリアです。加納恵美子です。本番直前に私のところに緊急メールが入りまして、はい、このメールはぜひお伝えしておかなくてはいけません。はい。公文社の編集部の方からです。はい、お疲れ様ですか。うん、来週ですが、合併休みのためお休みとなります。次回の原稿は3月25日水曜日にいただければと思います。うん、書籍の方ですが、今のところ下記の宣伝が決まっております。3月23日月曜日、神戸新聞。うんうん、いいですわ、ほら。23日に神戸新聞で。3月28日土曜日、読売新聞。はい。3月31日、4月7日に女性自身ほか弊社の自社媒体はいいんですけど、3月23日月曜日の神戸新聞というところがポイントです。私の新刊が出るわけでございまして、はい、いやフラッシュの話じゃないんですよ。フラッシュ出して連載書いてるじゃないですか、うん、はい、連載書いてるフラッシュという雑誌社出版社がですね、公文社っていう出版社なんですけど、公文社というところから、来週ぐらいに新刊が出るんで、3月23日月曜日に神戸新聞に広告が出ます。はい、なぜ神戸新聞か、わかりません。多分この番組をやってるからじゃないかと、出版社が気を使ったんではなかろうかと思いますが、はい、その新しく出る本のタイトルがですね、はい、ですね、はい、この国のウイルスを撲滅するにはどうしたらいいのかという非常にトレンディーなタイトルですね。はい、本当のタイトルがですね、今のサブタイトルで、はい、日本再生への羅針盤という本でございます。どなたかの協調ですか。いや、これは単独です。単独で、うん、もうすごい。いや、単独ですごいってあった。もう単独で20何冊本タイムリーいや、そうですけど、今こんなタイムリーでウイルスとかの話ってやっぱり専門いいえ、タイトルにウイルスって書いてあるだけですって身も蓋もないこと言わすな中身は違うんですか。ウイルスが間に合ってるかな、間に合ってるかもしれないですね。これは先々週ぐらいまで出版社とですね、ゲラのやり取りっていうのをやるわけですよ、はい、ね、最初の原稿ができますよね。それが、うん、どうしたシリがシリがシモさんの iPhone のシリが喋ったんですか。今本のタイトルとそれからメールを読み上げるために、はい、iPhone を開いてたら、ですね、ワンワンが見たいんですかではワンワンの動画と言ってくださいっていうのがです。ワンワンの動画と言ってくださいワンワンの動画なんでラジオの、うわ、いっぱい出たワンワンの動画がワンワンの動画がスマホにいっぱい出たぞびっくりしたな、もういや俺ワンワンの動画なんて言ったか俺ワンワン、なんかワンワンの動画出てきましたか。 YouTube キッズというところのですね、巨大な着ぐるみが、あ、一生懸命今バルーンを巨大な着ぐるみのワンちゃんが一生懸命バルーンを膨らませますどんな動画でしょうか。ワンワンですらないじゃないか、ただの着ぐるみじゃないかあ、風船が今まさに破裂しようとしていますもう何をオープニングで YouTube で遊んでるんですか、シモさん。ごめんなさいね、本当にすいませんねということで、今年入ってからずっとこの新しい本の、構成にかかりきりだったんですが、はい、やっと先々週ぐらいに最初ゲラが上がってですね、仕事のこう合間合間にやっていくんで結構大変だったんですよ、うん、ところがですね、2月の後半からスピードが上がりましてね、はい、なんでスピードが上がったかというと、うん、はい、他の仕事が一切なくなってしまいましてですね、公演会がね、そうなんですよ、おいでですね、うん、急に暇になっちゃったんで、はい、4月以降、もともとはまあ2年前に全部やめて YouTuber になろうと思ったくらいですから、うん、それはいいんですけど、うん、もう今からですね、夏の予定を考えようと、うんうん、なんか楽しいことを考えないとこう前向きに生きてられないじゃないですか。そうですね、で2人に考えてください。お二人どうしましょう。今年夏どっか行きたいところって、夏休みの予定を今から考えようと。夏休み、みんなでどっか行きます？はい、いや、みんなで行かない、一人一人行くんだよ。一人で、あ、それぞれのってことですか。どこないですか。どこがいいかな。沖縄行きたいな。なんで沖縄はだけど北海道と違って、うん、中国に近いのに北海道ほどの感染者数が今出てないんですよ ね、不思議だよね。やっぱり 離島というか本島から離れてるし。あ、でも離島でもどっか最近出たような気がするな。長崎のどっかで出てなかった。あ、出てましたね。あ、息違う、五島列島、五島列島、え、本当息、まあ、なんか長崎のどっか出たって話題になりましたよね、はい、だからだけど島の中で出ると結構
濃厚接触であっという間に小さい島だとわっと広がっちゃう可能性もないとは言えないからな。でも人口密度もねそんなに高くないから、確かに一定の距離取れてるし、うん、感染するリスクは低くなりそう。いや、それはいいんです、はい、楽しい話、楽しい話、はい、沖縄ですか？沖縄、沖縄私毎回どこに何しに行きたいですか？え、どこに何、普通にあの那覇とか、那覇いや毎回私台風に当たってたんですよ沖縄。こないだね、はい、こないだね、こないだ、これ言っていいのかな、言ってください、これちょっとまずいかもしれない。那覇、那覇って言うと誰ですか？あの誰でしたっけ、なんちゃらなんちゃら言って那覇那覇やる人ですよね。那覇那覇ってやる人、怒っちゃうよ。あれだけの一世を風靡した月の遠郷の後、一世を風靡したの千田道に決まってるじゃないですか。ああ、はい、はいはいはい、月の遠郷知りませんか？うわ、今はね、あのね、出世されて、あの、立派な名前になってますけど、昔は月の遠郷って言ってですね、はい、月の遠郷さんは、もう我々子供の頃はですね、1日10時間ずつぐらいテレビ出てたんじゃないのって、正月なんか特にですね、正月三が日、どのチャンネルを何時に回しても必ず出てるっていうぐらい、超のメジャーなタレントさんで、今も、はい、確かご健在で有名な落語家というか名前変わられてね有名な方ですけれども、うん、千田光夫さんも全盛期に似たようなもんですよ。千田光夫さんなっなっの、うん、大変親しいご家族と、はい、つい最近、はい、飲むことがありまして、ほんで、あ、なんか話してて、はい、で、え、ってどういうプロフィールみたいなことを話してたら、うん、私千田光夫の〇〇です、うっそーみたいな、ものすごい近い親族です。もうこれ以上言うとですね、あまりに近すぎる親族なので、あまりあのアイデンティファイされることを本人は望んでないんじゃないのかな。タレントさんじゃないよね。タレントさんじゃないので、あんまりここで実名を挙げるのは好ましくないと思いますけど、千田光夫さんのごくごく、ごくごく身内の人で、びっくりして、あ、知らずに食事に行ったんですね。そう。たまたま同席してた4人ぐらいのうちの1人が千田光夫さんの〇〇だったんですよ。あらー、びっくりしたらもう、それはびっくり。千田光夫さんというのは、はい、一世を風靡した人だから、はい、私なんかのイメージで言うと、はい、大タレントなんです。うん、ね、すっげえメジャーなタレントなんだけども、うん、あの、日本テレビで2001年からズームインスーパーやってる時に、たまたま日テレの廊下かなんかですれ違ったらですね、はい、ものすごいすごい腰の低い方で、はっ、下さん、いつも勉強させてもらってますみたいな感じでお話をされるんで、あら、この人すげえ人だなと思ったという話を、その千田光夫さんの〇〇さんと話をしててですね、はい、というのが最近ありまして、何の話だ、那覇に行きたいっていうところからずいぶん那覇って話飛んだな、飛びましたね、沖縄の那覇から那覇那覇で千田光夫さんまで行っちゃいましたね飛びすぎだろ。恵美子ちゃんどこ行きたいですか？私はですね、海外のどこだろう、なんかバリとか、バリ、はい、行ってみたいな。いいですね。バリ島、バリ島はインドネシアですね、はい、インドネシアはなぜかですね、感染者がほとんどいないのかな、なんかいないんですよ。あそこ日本からの行動規制もかけてないですもんね。いや、だってあそこはですね、人口2億人からいますから、うん、なおかつあの中国からの、中国と関係が非常に深いんで、はい、相当中国から働きに行ったり仕事したりしてる人たちが多いのに、うん、一人も出てないマネージャーろみたいなことが一時期あったんですが、うん、まあ、調べてないだけじゃねえかという噂もありますけどね。あと観光大国だから、そこをね、いろいろこうシャットアウトしちゃうと、しまうとね、経済が本当に変わっちゃう。言わないっていう作戦、それで言ったら大変ですよ。はい、あ、何ですか、今、鍋ちゃんが、あ、出ましたか、インドネシアも出ましたか、あ、出ますね、出てます、出てます。一時全く出てなかったんですが、うん、今も結構出てますね、インドネシアでの感染者数は少なくとも今これ、番組やってるこれの時点で、もう30人を突破してます。あ、亡くなった方も出てるんだ。あ、インドネシアに感染者がいないという情報はちょっと前でしたね、うん、はい、まあそれはいいんですけど、私はですね、はい、今年じゃあどうしようかと考えた時に、はい、今年はですね、スペインに行って、ほう、スペインってギターの本場なんですよ、ね、で、それも皆さんがイメージするギターっていうのは、うん、鉄なんです、あの弦が鉄弦なんです、はい、わかりますか、いわゆるそのフォークギターとか、はい、アコースティックギターとかアコギとか言われてて、うん、はい、一般にみんながこうジャカジャカ弾いてるのは、うん、弦が鉄でできてるんですけど、もともとギターっていうのは楽
ットって言ってガットだから多分なんか豚の腸かなんかかな、わかんないけど、なんかそんなもんだから今もうナイロン使ってますけど、ナイロン弦なんです、はい、そのガットギターっていうのはクラシックギターっていうのとフラメンコギターっていうのにこう歴史的に分かれていくわけですけども、うん、まあほぼ同じもんです、うん、フラメンコギターもガットギターも、はい、そのガットギターの本場はスペインなんです。でスペインにガットギターを買いに行くというのを今年の目標で考えたんです、はい、で今年はスペインに行ってガットギターを買おうかって、ね、であとスケジュール見て、だけどスペイン行くのに1週間より短いとなかなかね辛いんで、せめて週をまたぎたいじゃないですか、はい、だけど土曜日のウェイクアッププラスっていう番組は土曜日の朝必ず生放送なんで、はい、うん、これ生放送を飛ばすということになると誰かに代わってもらわなきゃいけない、そのために、ね、誰かに代わってもらわなきゃいけないと、はいはい、で私は去年、一昨年は、うん、ごめん、申し訳ない、一回休ましてって言って、うん、今、ズームインじゃねえや、スマタンやってくれてる野村明大君っていうのが一回変わってくれたことがあって、はい、その前に、太平洋横断に出発するって言って、2ヶ月間休みますって言った時に、うん、何回か、あの時はね、私のやっぱりアナウンサーの後輩の三浦くんとか、うん、東京からわざわざ福沢くんを呼んだり、解説委員やってる岩田、当時解説委員だった岩田さんにもお願いしたのかな、うん、もう当時 OB だったかな、日替わりでやってくれたりなんかして、結構大変なんですよ、代わりの人。ね、まあまあ、まあ、やれるかっていうと誰でもできるんだと思いますけども、でもまあこのレギュラーの番組休むとなるとそれなりにやっぱり腹くくんなきゃいけなかったりなんかして、うん、みんなに迷惑かけるってこともあるじゃないですか、はい、って考えてたらですね、うんうん、8月の第1週みたいなやつが番組がないっていうことが判明したんですよ、はい、ないんですよ。なんでジュリアちゃんも大変動はあると思います。ジュリアちゃんの時間はないのかな、オリンピックですよ、オリンピック。あ、だから今民放大問題になってるのは NHK もそうだと思いますけど、はい、オリンピックは絶対にあるということを前提に局の予算が決まってるんです、うん、だからつまり何回休みますということで年間予算が決まって年間の番組スケジュールが全部出来上がってるにもかかわらず、うん、今週小池百合子東京都知事が中止は絶対ありませんみたいなことを言うわけですよ、うん、中止は絶対ありませんということは、うん、何を意味しているのかというと、うん、延期はあるということですよね。裏を返すと、はい、ここへ来てその発言はパッと一瞬聞いたら、あ、予定通り行われるっていうか、それをね、言ったものだというふうに一般には受け止められてますけれども、うん、はい、前後のいろんな人の発言を総合すると、うん、中止だけは絶対したくないと、うん、頼むから延期してくれって言ってるのと同じことなんです。だここへ来て予定通りの7月開催でオリンピックができると思ってる人が相当少なくなってきているのは事実です。となると、いいんですよ、別に。おい、よかないですよね。まあまあまあ、オリンピック楽しみしてる人はごめんなさいね。はい、自分のことしか考えてませんから、いいですか。自分のことしか考えてない私としてはですね、もともとオリンピックがあるからといって、一回ウェイクアッププラスが休みって話だったんで、よし、スペイン行くならここしかないと、スペインにギターを買いに行くんだと。はい、ね、スペインに有名なギターの工房があるんですよ、クラシックギターの。ね、だからギター買うならスペインだって話なん で、うん、で今年は楽しみにしてスペインにギター買いに行こうと思ってプランニングを立てて、うん、飛行機まで取ったんです、うん、飛行機まで取ったんです、はい、ところが雲行きが怪しくなってきたじゃないですか。そうですね。そうなった場合はだからレギュラー番組はまず復活するしかないんだけど、うん、何が悩みの種かっていうと、もう来年度の予算は、うん、各局決まってるわけですよ。でそこは休みだということを前提にもう予算も番組も動いてるわけですよ、うん、急にやるってことになった時に、おい、それ予算も含めてどうすんだ、オリンピックやらないんだったらそっちに払う予算をじゃあいくら返してもらえるのかって話になるわけですよ、うんうん、これも交渉も大変だし、でオリンピックに向けて東京の各プロダクションや各局はもう当然のことながら人の取り合いまでやって全部のプランニングをかけてるのに、うん、はい、これ今からね延期なんてことは、まあ、中止はもう主催者としては論外だと思いますけど、ただ IOC は保険が下りるらしいです、中止保険ってやつが。ええ中止すると、はい、今日土曜日の朝に、ウェイクアッププラスに出てくれた二宮誠純さんというスポーツ評論家の方が、ああ IOC は全額じゃないですけども中止すると中止の保険が出るらしいですよみたいな、となると IOC は金が下りるんなら中止にしちまうかめんどくさくねえしみたいなことになると、うん、ちょっと待ってくれとはしご外されるな日本だよね。確かにね、だから日本は何としてでも延期に持ってきたいということなんですけど、そうなるかどうかはやっぱりね今後の
ウイルスの世界的な感染状況と、うん、それに対する社会的反応、こっちの方が実は重要なんで、うんうん、この後ですね、このウイルスがどのくらい恐ろしいウイルスで、どういうふうにしなきゃいけないのか、これからどうなりそうかみたいな話を、はい、超専門家が出てくると、はい、専門家に超がつくと、それの見解次第では、うん、スペイン行きのチケットをキャンセルするかどうかやっぱり俺自分のことしか考えてないですはい、それでは参りましょう。辛坊治郎サンデーキッス。この番組は日曜の宵の口キッス FM 神戸から辛坊さんと私たち2人が素敵な音楽やゲストとともにお届けする情報サプリメント番組です。明日からの1週間に必要なニュース解説、トレンド、エンタメ情報をたっぷりチャージ。この後午後8時までお付き合いください。リクエストはまたもドイツからいただきました。キッスネームホイテさんからで、荒井由美、優しさに包まれたならでした。ドイツからですか、ありがたい、はい、ドイツの感染者数が確か2000人突破しましたね。増えてますよね。スペインなんか1万人だよ、もうびっくりだよね。ヨーロッパひどいですよね、うん、フランスもだからまあ検査してるからっていうこともあるんだろうけれども、うん、イタリアもスペインも確か1万人超えとかそんなことになってますからね。イタリアはちょっと危機的状況ですけど、はい、メッセージいただいております。ご紹介します、はい。辛坊さん、ジュリアさん、恵美子さん、こんばんは。ドイツから楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。マイペースな辛坊さん、いえいえ、マイペースそうに見えてしっかり者の恵美子さん、お一番頼りになるお母さんのような存在のジュリアさん、ありがとうございます。3人の絶妙なコンビネーションが毎週楽しみです。よろしくです。こちらドイツでもコロナ患者が日々増えつつあります。そうなんですよね。パスタや缶詰、トイレットペーパーなどがスーパーの棚から消え始めました。あら、まあ、ヨーロッパの人も同じのことするんだねえ、しかしそのうちあれだよ、うん、石とか置き出すよ治る石みたいな。今ネットでデマが飛んでさ、はい、三陰石だか大理石だかなんか知んないけど、何石だっけな、三陰石です。三陰石か、あれ名前なんだったかな、あの微量の放射線が出てるからみたいな話で、はい、それねウイルスに効くみたいな話でデマが飛んで、うん、そんなもん効きゃしないからね、うん、あの言っとくけどね、その大理石じゃない三陰石置くくらいなら俺の本置いといた方がよっぽどいいって。あ、加工が俺の本読んどいた方がいい、俺の本置いとけってね。あの私の本は1冊よりも3冊の方が効き目があるらしい。これもデマです。3冊より5冊、5冊より10冊デマですね。デマです、はい、デマです。でしかしまだそこまで危機感がないのか、市内でも電車内でもマスクをつけている人を見かけません。あんまりヨーロッパの人マスクしないもんね。うん、そもそも売ってないんじゃないか普通に。かもしれないですね、医療用としてしか。で私はもうずいぶん前からマスクをつけたいのですが、ほうほう、コロナウイルスを持っていると思われるのが怖くて未だにつけられません。ね、アジア人差別も各地で出てきているようで、まあ、知人が整形外科を訪れた際には、うん、待合室にいた人たちがざわつき出し、うん、40分後には全ての窓が開けられてしまった。あ、いや今の文脈私違うこと一生思った、はい、私の知人が整形外科を訪れて、うん、ヨーロッパ風の顔立ちに変えてくれって言いましたアジア人差別を乗り切るため。違うんだではなかったですけど、うん、で、その日はちなみに雪が降っていたそうなんです。で担当医もパニック状態だったようで、うん、話す際は常に後ろに回り込んでほとんど見えないような状態だったようです。ええ、世界のコロナウイルスが一日も早く収まって普通の日常が戻ることを願っています。皆さんもお体に気をつけて元気に過ごしてくださいね。いやいやいや、これからも放送楽しみにしています。そうなんです。スペインはですねついに非常事態宣言を首相が出したんですが、この首相の名前がサンチェス首相って言うんだよ。言いにくいよ言いにくい、これアナウンサー必ずこのニュース閉じるんだよサンチェス首相、サンチェス首相、首相、首相ね言いにくい、このニュースね、はい、必ずアナウンサー閉じるから結構聞いてると面白いよ。あ、スペインの話しだした。あ、スペインの何、非常事態宣言、ほら、ユーザーススペインの首相みたいな。どうぞサンチェス首相、もうギリギリ言えてんな。はい、どうぞ。はい、でこの後は辛坊さんのニュース解説、今日はウイルス学の専門家が緊急出演です。ジローズニュースピックアップ。 このコーナーでは辛坊さんや私たちが気になったニュースをピックアップ、独自の視点でニュースの本質を分かりやすく解説していきますが、今週は世界で感染が拡大する新型コロナウイルス騒動に対し、ちょっと落ち着こうよと呼びかける京都大学ウイルス再生医科学研究所の宮沢孝之准教授にお越しいただきました。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか見かけとっつぁん坊やみたいな。いや
いや、これ気にしてるんですよ。え、なんか、何気にしてるんですか。大御所感がどうしても出ないんですよ。あ、大御所感が出ない。大御所感が出ない。ですよ。え、55ですか。お若く見えますね。これ、こっち YouTube のカメラが回ってるんですけど、顔が出るとまずいですか。いや、全然。あ、大丈夫ですか。はい、あ、55歳。55、もうすぐ56です、ね。56、50、兄弟。兄弟。兄弟の56歳、まもなくのウイルス学の権威は、このとっつぁん坊やでーすと今 YouTube 用のカメラに V サインをしてらっしゃいますけれども、確かに本人がおっしゃるように重みもクソも減ったくもありません。もうなんてことを言うんだよ。いやいやいや、辛抱さんですよ。ノリのいい方でね。権威じゃないです、権威じゃないです、あの善良な研究者です。いやいや、権威と善良な研究者はどこが違うんですか。権威っていうのはあの研究あんまりしてない人ですね。あ、なるほどなるほど。そうなんです。なるほど、わかる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 。だいたい権威ってそんなもんですよね。あ、名誉的な。そうですね、なんでか知らんけど。兄弟でもともとどういうルートで何してらっしゃるんですか。ですね、はい、あの関西で育ったんですけど、はいはい、紅葉で、その後東大に行って。東大、東大、東大のどこで。リニーに行って10位です。あ、リニーで10位か、はいはい、リニーで10位、10位、東大のリニー、はい、諸国佐代子の先輩ですね。知らん。読売テレビにね、諸国佐代子ってアナウンサーがいるんですが。あ、そうですか。これリニーなんですよ。あ、そうですか。で、獣医学部じゃなくて、多分ね、出来上がらなかったと思うんだよね。農学部でね、あの牡蠣の研究家なんかしてた。あ、水産、水産ですね、はい、で単に牡蠣が好きっていうだけの話だったらしいですけどね、どんな研究してたか何を聞いてもさっぱり分かんないんで、大した研究はしてなかったんだろうなと思うんだけど。牡蠣好きが高じてそこまで突き詰めたってことですか。牡蠣です。牡蠣って、あの水産の牡蠣ですよね。のはずだよ、分かんない。好きだからそこまで極めて。すごいな、はい。ちなみに、あの今週の辛抱の旅という、あの辛抱の旅 N という私のツイッターにはですね、諸国さんが履いてたスカートと、恵美子ちゃんが履いてるスカートが同じだということで、はい、2つの写真を並べておきましたから。ありがとうございます。これが本当に同じ緑色のスカートでびっくりしたね、はい、これ。びっくりしました、私も。全然何も意識してなかったんですけど、今日言われて、ね、はい。そうなんですよ、恵美子ちゃんに会った瞬間に、あれ、どっかで見た、このスカートはどっかで見たと思って俺の記憶が確かになって過去の写真をダーッと調べたら、はい、あの諸国佐代子さんが入ってたスカートとほぼ一緒っていう。あ、印象的ですもんね、この緑。いや、まあ、それはいいわ、うん。東大農学部で獣医学部、獣医学科です、ね、獣医学科ですか、はい。獣医学とウイルスはどういう関係なんですか。まあ、ということは、まあ、当然獣医師免許は取りますよね、はい、はい、取りました。それでその後大学に行きまして、はあ、で博士号を取りまして、東大の、東大でドクター、ドクター。しかもあれ一応宣伝しておきますけ ど、 どうぞ。一応飛び級です。すごい、エリート中のエリート。初めての飛び級でした。初めての、東大獣医学部始まって以来のでなくて、東大全体で始まって以来の。そう、その年から制度が始まって4人出て、日本の東大の制度が始まって以来の初めての飛び級でドクター。そうです。だけど今こんな感じでくすぶってます。くすぶってない、ね、くすぶってない。先生が悪いんじゃなくて社会が悪い。社会のせいに。もしかしたら来年ぐらいにノーベル賞を取って大騒ぎになって、そんなキッスの辛抱の番組いけるわけねえだろうとおっしゃってると思う。なあ、そんなバカな。そんなバカなことないです。いやいや、まあそれで、でその後グラスゴー大学に行きました。グラスゴー。それで博士。グラスゴーって。イギリス、イギリスのスコットランドの、うん、スコットランド、はい、でその後東大に戻れて、戻ってきて、助手をやって、はいはい、で今でいうところの助教ですね、ですね、はい、でその後あのちょっともう東大やってられるかって言って、東大やってられるかって、あのロンドン大に移ったんです。ロンドン大学で、楽しいロンドン、愉快なロンドン。それから阪大に移って、ほうほう、でも阪大もやってられるかってなって、阪大やってられるかっていで、であの帯広行って、帯広畜産大学は、はいはい、有名ですね。でその後京大に来ました。京大で、はい、今まあ准教授って昔でいうところの助教授ですよ ね、 そうですね。どうなんですか、講座制なんですか。私のところはあの一人ぽっち。あ、そうです。あの昔はね、講座制っていうのがあってですね、はい、要するに教授がいてその下に助教授がいて、うん、その教授が死なないと教授になれないみたいな。そうですね、もともとね、あの利根川さんが、利根川進さんが、ノーベル賞取った時にご褒美で、はい、得たポジションらしくて、はい、でそこはあの独立で准教授なんですよ。あ、そうなんだ。まあ、だけど実質は教授と一緒みたいなもんですか。だけど助手取れないですよね、助教がね。あ、そういうことか。だから一人です、学生とあの秘書と。
あ、学生さんと秘書と、はい、はい、分かりました。それで何の研究してらっしゃるんですか。ですね、ずっと、獣医だったので猫だったんですね。猫、猫、もともと最初は人だったんですけど、人の白血病だったんですけども、獣医で、獣医に戻ってとか、あのちょっと潜りで白血病研究してて。じゃあ潜り言わないでください先生。潜りっていうか、まあ、3年生の頃に、学部の3年生の頃に、ちょっとそっちに行ってたんですね。はいはいはい、で獣医に入って、猫をやれっていうことで、はいはい、猫のエイズをやってたんですよ。当時エイズが問題だったんで。問題になりましたよね。でその後そこで僕らの体の中に、はい、のゲノムの中に、はい、ウイルスの配列があるっていうのが分かって、それで何やってんだろうなと思って、で多分胎盤で何かしてんだろうなと思って、そっちやりたいなやりたいなと思って、それでグラスゴ大学に行ってちょっと内在性もやって、内在性っていうかそういう内なるウイルスをやって、何ですか、要するに獣医学の先生なんだけど、ウイルス研究するには人間も動物も大して境界線がないってことですね。もちろんですね、全く境界線ないし、僕らの方が幅広くしてます。お医者さんは人のことしか知らないけども、はいはい、獣医は人も含めて、いろんな動物、いろんな動物の中と共存してるウイルスやるから、つまり研究対象としては、もう人間だけのウイルスやってる人より幅が広いってことですね。もう何十倍ものウイルスを知ってますよね。先に聞いておきますか、はい、近々ノーベル賞を取れそうな気配はないですね。いや狙ってますよ。いやいや狙ってるっていうか、それはロマンとしてね。だけど自分の弟子が取れればいいかなと思ってます。何の研究で取れそうなんですか。ですね、がんとか、あと進化とかですかね、はいはい、今ちょっと、まあ、個人的な進化でっていうのは、でもノーベルは医学なんで、はい、がんじゃないと思いますね。そうか、そうですね、ジャンルで言うと先生が目指せるのはノーベル医学生理学医学賞しかないから、生理学医学賞だとやっぱりその人間 の病気治すような方法じゃないと、なかなかノーベル賞なかなか、まあ、まあ無理でしょうね。いやね、はい、ありうるよ、ありうる予感がする。先生ノーベル賞取りそうな気がする、いや取りそうな気がするんだけども、はい、今日その話じゃないです、はいはい、これ新型コロナウイルスですけど、はいはいはい、ということはウイルス全般を研究してらっしゃるということですね。そうですね、ウイルス全般を研究してて、大学では医学部で、人から動物から人に来る病気を教えてます。まさにそうですよね、コロナウイルスも。でじゃあもう本論いきなりいきましょうか、はいはい、今回の新型コロナウイルスってどんなウイルスなんですか。ですね、コロナウイルスというと、もう山のようにあるんですよ、はい、動物では、うん、で人間のコロナウイルスって SARS、MERS 以前は4種類ってよく言うじゃないですか、うん、そうですね、まあ そうですね、一応4だけど、実は他にもあるんですけどね、ほうほう、マイナーなやつが。動物にはまた動物にしか感染しないコロナウイルスっていうのがある。山ほどあります、まあ、ここ今ね手元の資料をねガサガサあさり出しましたよ先生。これをたくさん持ってきてくださって、これ一部ですけど、今度あそれはウイルスの系統図みたいなものですか。系統図ですね。で動物が山ほどありまして、いろんな動物に感染するコロナウイルスの系統図、進化図みたいなやつが今手元にありますけれども、パッと見ただけで数十種類はありますね。もうこんなんどころじゃないです。何百種類です。100ぐらいはあるんじゃないですかね。へー。で今今回出てるのは SARS コロナウイルスの新型ですね、 SARS コビッド2ですね、はあはあ、でこれはベータといって、でこの辺は、まあ、今ね手元の図表を一生懸命指しながらですけれども、ラジオだとさっぱりわかりません、ね、さっぱりわかんないですね先生、さっぱりわかりません、まあ、一応ね、はい、一応じゃあお二人に今先生これ大丈夫ですか。大丈夫です。先生が示してくださったウイルスの系統図、系統樹みたいな図ですけれども、はい、大丈夫です。我々見てもさっぱりわかりませんから何が書いてあるんだか状態ですから、もう人の今回の人のウイルスがピンク薄い色になってるんですけど、オレンジですか。ああ色が変わってるのが、で動物のが普通の黒いですけど、はい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 、まあもういろんなウイルス、その人のウイルスに近い動物のウイルスが山ほどあって。そもそもウイルスと呼ばれるものは何種類があるんですか。はい、700ぐらいです。分かんない、もっとあるかもしれない。あそんなもんです。何万とかじゃないんですか。いやまあ資料が古いですけど、2000年ぐらいだったら700とかだったと思います。そんなもんですか。いやでも今どんどんバカ的に発見されてますから、解析技術が進んで、いくつあるか分かんないです。分かんないですね。巨大ウイルスとかも入れたらもう山のになっちゃいます。ウイルスの一番でかいのはどのぐらいの大きさなんですか。バクテリアぐらいですね。
ということは普通の理科室の光学顕微鏡で見えるサイズのウイルスがあるんですか？あの、あるんですよ。どこにあるんですか、そんなもん。川とか沼とか。川ですかね。湖。どんな形してんですか？いや、いろんな形してます。僕それ専門家じゃないからあんまり聞かないでください。あ、そうですか。哺乳類は僕専門家ですけど、あの、そういうウイルスは理科大の、うん、あの先生がよくやってます。竹村さん。ウイルスっていうのは人間に必ず悪さをするものなんですか？そうじゃないと僕は思って私は思ってて、そっちの方の研究を今してる、あの要は進化に関わるかっていうことと、はい、あと、役に立つウイルスを一生懸命探そうっていうことで、へで最近探したのはこの、あの霊長類と共存してるレトロウイルスがあるんですけど、はいはい、なんかエイズウイルスに近いやつ、はいはい、それが癌を抑えてるかもっていうことで今やってます。さらっとレトロウイルスなんか言われても分かんないだろう。逆転射酵素っていうのがね、そうですっていうって私もね知ったようなこと言ってますけれども、はい、ほとんど分かってませんから。あの RNA から DNA になるっていうことは分かりますか？はい、あのね、ウイルスにはですね、うん、2種類あってですね、うんうん、はい、DNA 型っていうのと RNA、 デオキシリボ核酸とね、うん、あの RNA はリボ核酸、リボ核酸ですね、うん、だからなんですよね。知ったかできないですよね、これ、はい、なんか鋭い質問来るかと思ってめっちゃ資料大丈夫です。全然鋭くないですから全然鋭くないですから。いや、知りたいのは、うん、今回の新型コロナウイルスというものが、うん、どのぐらいの人類にとって危険性のあるウイルスなのかっていう話です。それはですね、はい、私も最初中国で出ましたよね、バッと出て、で最初中国の方がいやこれ人々ないからって言いましたね、はい、だけどこのウイルスの存在を知ったのはいつ頃ですか？12月、1月には知ってましたね、はい、ははその段階で、はい、こんなウイルスがどうも中国でこれ生まれたぞっていう印象ですか？なんか流行りだしたぞって感じ。流行りだしたぞってことで、あのコロナウイルスっていうのも分かんない状態でしたよね、最初で人々はないっていうことで、はい、だけどあの人々はない割にどんどん増えてるよね、それは嘘やろうと思って、はは、でこれやばいんちゃうかやばいんちゃうか、だけど ある専門家は皆さん落ち着いてください、これ大丈夫ですよ、はい、って言ったんですけど、いやそうでもないんちゃうかなと思って。そうですよね、人々ウイルス人々感染だって言ったら1月の半ば以降ですよね。そうですね、それで人々が来てコロナウイルスで SARS に近いってことがあって、はいはい、いやこれはやばいかもと思って、うん、それで情報を集め出したんですよ。ほうほう。でも情報はあの統計がどん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 出てくるじゃないですか、はい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 、感染者とか死亡者の、でやばいやばいと思ってたんだけど、あるところからこうなってきましたね、あの山が降りてきた、うん、抑制されてきて、あ大体分かったと、その段階で、あまあこんなもんかと。どんなもんなんですか？それほど心配はもちろん心配しなきゃいけないですよ、季節性インフルよりはきついかもしれない、全員に広まったら、だけどスペイン風邪とか、はい、香港風邪とか、はい、そういうものには匹敵せんやろうと思って、あじゃあもうこれ終わったねということで、まあ、あとは専門家さんに任せてっていう思って、もう持ち場に戻ろうとしたんですよ。そしたら急に世論がゴロッと変わっちゃって、はいはい、これやばいやばいっつって、で、学校が休校になっちゃって、はいはい、でみんなやばいやばい、イベントもみんな中止になって、それでこれやばいよね、やばいっていうのはウイルス学的にじゃなくて社会的にやばいと、うん、ということはウイルスの専門家から見ると、うん、今回広がってるウイルスは今もう学校も休み、劇場も閉鎖、プロスポーツもやめ、オリンピックももしかするとないかもしれないというような騒ぎ方をするウイルスではないという印象ですか？そこまで言っていいのかわからないんですけれども、はい、少なくとも例えば私の見積もりだと、はいはい、例えば今湖北省がで流行ってると、はい、だけど死亡者はまあ3000とかですよね、はいはい、最終的に4000いかないだろうと思ってて、それ5600万人なんですよね、はい、湖北省が、そうすると日本に換算すると、約8000人、はいはいはい、で8000人確かにすごいんですけど日本全体で、はい、だけどそれぐらいで済むならそれほどなんていうかまあ社会的影響はあるかもしれないけど、まあ、おっしゃるのがよくわかるのは今年間やっぱり100万人以上の高齢者が亡くなっていて、そのうち肺炎だけで亡くなる方が12、3万人いますから、す、ね、プラス肺炎で亡くなる方が8000人、それが社会的にどうかって話ですよね。そうですね、そうなんですよ。ですのでまあもう
その広がるのは、皆さんなんか期待しすぎちゃったんですよ、うん、あの水際って言ったじゃん、はいはいはい、水際なんかできるわけないのにって思って、できるわけないですよね。だって発症してない人からあの感染するウイルスなんか止めようがないですよね。それであの前もですね、新型インフルエンザでありましたね、豚のインフルエンザ、うん、2009年、あの時もすごいみんな警戒したじゃないですか。そう、最初あの時なんか増税厚生労働大臣指揮のもと、もうあの宇宙服を着たような人が飛行機の中入って一人一人見てみたいな大騒ぎしてましたよね。そうですね。で確かにメキシコで出て死亡率高かったんだけど、あのすぐアメリカに飛び火して、だけど死亡率低いっていうのが分かって、まあ、これ季節性インフルぐらいやなと思ったら、あの増添さんとかが、あのもう入れないとかなんか言って、そう大騒ぎし始めて、で僕らはいや大丈夫なんだけどと思ったら街中がもうマスクになっちゃって、私もねあの時なんかニュースやってて、本音では大丈夫なんだけどなと思ってたんだけど、なんか世の中全体が騒ぎ出してる時に自分一人だけ、いやそれ騒ぎすぎですよ皆さん、ちょっと落ち着きましょうよ。そうなんですよね。だって死ぬのは高齢者だけで、だから高齢者が死なないようなまず病院の手配をするとかなんとかっていうことに注力するしかないんじゃないのって思うんだけど言えないですよ、ね、言えないです。総括できてないんですよね。あの時にどうなったかっていうこと総括せずに終わっちゃって、また同じことを繰り返すのと思って、水際は、で国民は皆さん水際止めれるかもしれないってなんか思っちゃって、でその後まああのなんかいつの間にかうやむやになりましたね、あれ。うやむやですね。だってあれももう基本季節的インフルエンザで、まあかなりの人が免疫持ってる状況の中で、まあ要するに風邪の重いのだろうぐらいな感じですよね。だけど実際にアメリカで今年だけで数千万人かかって2万人ぐらい死んでますから、それは大変なウイルスじゃ大変なウイルスなんだけど、じゃあそれを止めるために劇場全部閉めるかって話ですよね。そうです。先生がそこまででもないって感じたのは、その感染者数の伸び率が山奥だってことですか。あの、武漢市が、ある程度あの山が落ちてきたと、はいはい、でそうするとあこんなもんで落ちるのねっていう話ですよね。で死亡者も これぐらいだっていうことが分かって、はいはい、でまあ普通に考えて日本が湖北省全体みたいになるわけがないと思って、で、まあ、これで試算するとまあこんなもんかなと、まあ、それを社会が許容するかですよ。1000人お亡くなりになるのを社会がどう許容するかっていうところですよね。それ発生地を見るんですか、そういう数値は。発生した場所の数値を見て、まあ、一番最初に上がってくるので発生地を見て、その次注目したら北京とか上海がどうなるかなと思ったら、今とこそのほど上がってないと。どうなんですか、このウイルスってそのうちあのワクチンができたり薬ができたりするもんですか。ですね、ワクチンは通常の、できるかもしれないです、できるかもしれない、いろんな人がやってて、まあ、天才がいるので、はい、すごいワクチン作ってくれるかもしれないんですけれども、ワクチンを実証する使うには、はいはい、実証試験が必要ですね、でそれで、動物モデルで効いたやつをすぐに人間に持ってっていいのかっていう議論があって、これはちょっとなかなか時間かかるなと。今抗体が効いてるのか効いてないのかよくわかんないんですよ。いやそれなんですよ。だってあの一遍治った風の人がまた出たりするじゃないですか、そうなんですね、となるといわゆる免疫、人間がウイルスに打ち勝っていく基本的メカニズムはウイルスに感染して自分の中で抗体ができて、 それがウイルスをやっつけてくれてだんだん治っていくっていうパターンじゃないですか。です、ね、今回一遍治ったはずの人がまたウイルス出てきちゃったりとか。そうですね。それはあの動物のコロナウイルスをやってるといろんなパターンが見えまして、あの猫はあの抗体があるとダメなんですよ。猫は ずっと持続感染しちゃって、であのワクチンできないです。これ何十年もやってるんだけど。どういうことですか。抗体ができると感染が促進されてしまうんですね。どんな抗体でもですか。まあ一応あのウイルスをやっつけない抗体と、やっつける抗体が2つできるんですよ。ということは猫にワクチンはないんですか。ないです。一切の病気に、違うんです、あのコロナウイルスに関して、コロナウイルスに関してできない、だけどあの他の動物、豚とかいろんな病気コロナであるんですけど、一応できてる、けど効かないのもあります。これ鳥の、鶏 の、 あのコロナウイルスはできるんだけどどんどん変異があって、もういたちごっこ。いやそれで言うとね、まあ、普通インフルエンザなんかはまさにそのパターンで、抗体ができて、で自分の免疫力でウイルスをやっつけるから病気が治っていくじゃないですか、その一方で同じウイルス性疾患でも狂犬病みたいにあの感染した後絶対死んじゃうとかですね、エボラみたいに半分ぐらい死んじゃうとか、ウイルス疾患でも
その自分の免疫力で勝てないウイルスがあるじゃないですか、はいはいはい、そこの違いは何なんですか。それは難しいです。あのレトロウイルスだと僕の専門のエイズとかは細胞の中に入っちゃうから、うん、で同化しちゃうから、なかなか排除できないんですけども、普通のウイルスはできてもおかしくないんだけど、このコロナウイルスでできないものは、免疫応答自体が感染を悪化させてしまうっていうのが猫ではそうです、でそういう現象が起きてしまうとワクチン難しくて、じゃあ SARS とか MERS とかはどうだったのですけど、実はそれが現象は起こってるんですよね。論文では報告されてるんですよ。抗体がより悪化させてしまうって、ある抗体は感染を助長するっていうのはもう論文出てて、でその論文が出てる以上、例えばワクチン作ってもその現象が起こってしまう可能性があって、それはある動物では効いても、同じワクチンを使っても、例えばある動物では効いても、ある動物はエンハンスに働くっていう。ウイルスに関して巷でネット上なんかで出回ってる、もうデマかどうかわからないレベルの話を一つ一つ確認していきますけど、はいはい、どうぞ。ウイルスに一つ感染した後、もう一遍同じウイルスに感染した時に激小化することがある。それはデングでありますね。でも今回は生じてるかどうか、デング熱ではありましたね、はいはいはい、で今回生じてるのは多分ないだろう。ただ中国で今回のコロナウイルスに似たやつがコウモリでいて、それがもう湖北省の人にすでにかかってて、それと近いものが今回来たからやられてんじゃないかっていう説もあるんですよね。でもその他、その2、人間が作り出したウイルスではないのか。たくさんあって、それをいつも毎回検証してるんです、はいはい、それで毎回どうもなさそうだっていう結論になるんですけど、ネット上ずっと残りますよね。これって例えばウイルスの専門家から見て、この手のウイルスを自分で設計して作ろうと思った時、今の人類の技術でできるもんなんですか。できます、できます。できます、できます。簡単にできます。簡単にできます。簡単っていうか僕らレベルでできます。僕らっていうか素人にはできないよ。ノーベル賞を取れるかもしれない先生レベルだったらできるってことですね。その気になればできますけど、強毒化するって言ったら、いや、強毒化するにはどうしたらいいかっていうのは難しい問題で、はあ、どこをどういじくったら強毒化するのか分かんないから、はあ、いじくることは簡単、作ることも簡単ですけども、はあ、狙って作るのはちょっとできないですね。もう一つ、いや、ウイルスがこう巷にはびこってる時に、インフルエンザのウイルスが抑えられてるのはコロナウイルスに感染してる人が増えるからインフルエンザが減ってるんだっていう、このデマはどうですか。それは僕の同僚とかの桜木さんとか横浜の、英検の人が言ってたんですけど、どうもそうでもなさそうだ、要はインフルエンザちょっと今年早く立ち上がったので、はいはいはい、普通に収束してるので、これが流行ってコロナが流行ってみんなが手洗い冷凍したからでもなさそう。いや、ウイルス学の世界として競合してるか、競合する場合に一つのやつが強くなると一つのやつが弱くなるみたいな、語らないとか、そんなことあり得るんですか。ちょっとないんじゃないか。ないんじゃないか。ウイルスのノーベル賞取ろうかっていう人がないんじゃないかって言ってんだからないんだ。近いものだったらあるかもしれないし、例えば近いものだったらあるわけですね。あるかもしれないし、あと人食いな目、そのウイルスに対抗してインターフェロンとか出ると、はいはい、他のウイルスもかからにくいっていうのはあるかもしれないですけど、そういうこともあるかもしれないけど、つまりじゃあコロナウイルスとインフルエンザウイルスっていうのは全く別のもんですか。全く別ですね。構造も違う、はいはい、性格も違う、はい、違うんですか。ただ人間で感染した時の症状が似てるってことですか。まあ似てるとこもあると。今、はい、先生が気になってて、それ以外で、まあ、デマでとっていうか情報で飛び交ってて、ネット上でこれ違うんだけどなって思うことってあります。まあいろいろ、まあ、くだらんことありますよね。26度でどうのこうのとかありました。何ですか。26度でウイルス死ぬとか。まあそのレベルはね、我々素人でも26度で死ぬウイルスなら人間の体温36度もあんのに死なないわけねえだろっていう、何を言ってんだこいつらっていうのはありますよね。他にも何か聞いてらっしゃいますかね。そうですね、石を置くと直す。あれはね、読みました。読みました。いや、よう書けてんなと思いましたね。へえ。よう書けてるのに、要は僕らからしたらめちゃくちゃだけど、科学っぽく書いてるんですよね。あ、信じちゃう感じ。放射線画みたいな。そうそうそう。うまいなこいつ。確かにね、石によったら微量の放射線で出してる石はありますよね、はい、中に。だから敷石によったら放射線レベルが他より若干、敷石の素材によって高いところってありますけど、はい、それがウイルスがどのこのって話ではないんです。そうですね。あと特定の業者企業を言ったけど、空間除菌とかね。空間除菌あれもなんかいろいろ出て、意味ないんですか。
僕らはいや そんなに、うん、あのやるんだったらものすごい濃度かけなきゃいけないんじゃないかなと思って、ね、人にも害があるぐらい。うん、私の本置いといたらウイルスに感染しないわ。あれるんじゃないですか。何をそこ乗っからなくていいです。何を言わしてるんですか。メンタルの問題です。そうです。メンタルの問題。そうです。あのこれ大事なんですよ。あの今この雰囲気だとみんなかかっちゃう。そうですね。みんな心が弱ってますからね。あのうまいもん食おうって。ああそういうことですな。楽しいことしようって。あもう一つ聞きたい。はい、あのアルコール除菌っていう意味ですごいお酒を飲む人はこれは。どうなんですか。いやお酒飲まない方がいいと思ってよく言うじゃないですか。アルコール殺菌しようみたいなで、ね、でそれは全くないですね。ないですよね、うん、全くないですか。まあ楽しけりゃお酒でなんか殺すっていうことはできない。じゃあアルコール飲みますよね。お腹の中の細菌とか死なないんですか。死なないですよね。はそうなんで死なない。いやお腹の中の細菌ピロリ菌とかですか。いやウイルスとか。じゃあ例えばウイルスを、うん、今口からこうね、はい、あのノロウイルスを10匹入れたとしますね、うん、10匹ってなんか分かりませんけど10個体入れたとしますね、はい、その後続いてアルコールのテキーラとかテキーラの濃度の 50% ぐらいのアルコールをガッと飲んだ時に、うん、先にお腹の中入れた、10個のあのノロウイルスが死にますか。死にません。えなんで。ですね、あのこれもあの結構勘違いされてる方も多いんですけど、うん、あのウイルスにはアルコールで死ぬものと死なないものが明確に分かって、うん、死ぬものもいるんですか。あノロは死にません。あノロは死なないの。全く死にません。全く死にません。わかりました。じゃあインフルエンザウイルスとしましょう。インフルエンザ、いやちょっとインフルエンザ私も分かりません。あちょっとうかつなこと言えないですけど、あの多分ないと思います。何ウイルスが死ぬんですか、何ウイルスが死ぬんですか。だからアルコールで死ぬのはあのインフルエンザも死ぬしコロナも死ぬんだけど、うんうん、先にウイルスをお腹に入れといて上から酒飲んで効くかどうかは分からないって話でしょ。そうですし、インフルエンザ飲み込んで、まあ、コロナもあの食べて感染しますから、うん、豚とかね、うんはい、だからインフルエンザもあるのかな。でもまあね、あんまり期待しない方がいいですね、うん、ちょっと水飲んでいいですか。どうぞ結構それを信じて、質問がバカバカ、はい、いや結構それ信じてアルコール殺菌とか言ってすごい飲みに行ってる人がいるので、うん、どうなんだろうと思ってって。いやいやいや全然やめた方がいいです。全然やめた方がいいって。え 手とかにするこの外にするアルコール除菌は意味はあるんですか。ありますありますあります。あと手洗うんですけど、うん、ちょっと巷とは僕ちょっと違うこと言わせていただきますか。というのはあのいろんな人が出てきてこうやりなさいとか、なんかはい、爪とかね、爪の間とか、はい、奥深くまでゴシゴシ、こすったり、あの、もう水、何分も洗いなさいとか、はいはい、そこまで必要ないと思います。はい、というのは、あれは手術をするとか、無菌操作をするときはそれぐらいしなきゃいけないんだけど、ウイルスって1個感染して感染するものじゃないんですよ。だいたいパッて出た時、口から何か出た時に、はいはいはい、10の6兆個とかあって10の6兆個100万個、はいはい、100万個とかがあってそれがくっつくんだけど、10の6兆個浴びたらやばいですけども、はいはい、それが例えば10の4兆とか10の3兆にまで落ちたら何百とか何千ぐらいだったら感染しないってことですか。ですので、普通に水をやるだけですぐ100分の1ぐらいになる。プラスエタノールでシュッシュッと。ゼロにする必要ないってことですか。ないんですよ。ない。いや意外と皆さん気づいてる。これ先生ご自分で持ってらした。そう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 。小さなアルコールのスプレー、スプレーを持ってらっしゃいます。先生やっぱりマイスプレー持ち歩いてるんですね。気圧使ってますよね。気圧使ってるんだ。しっかりだってスタジオにまで持ち込むってことは相当ですよ。先生なんか何ですかそのアルコールした麺まで持ってきたぞ。エタノールに示したあの麺なんですけど、これが一番いいです。エタノールのコットン。そうです。これがあのこうやって拭くのがいいです。こうやって。ゴシゴシエタノールで浸したコットンで手を一生懸命先生は未来のノーベル賞学者が拭いてらっしゃいます。それどこに行くにも持ち歩いてるんですか。あ一応ね相当警戒してるじゃないですか。ねやっぱりウイルス学者はここまでするんだ。すげえ勉強になったな。ああ分かりました。なんとなく今まで疑問に思っていたことの大半が評価しました。あそうですか。 あと薬はいいんですか。あどうぞ。あ薬はあのいくつかも効くかもしれないけど、はい、ドンピシャはないです。ああすでにあるもので組み合わせたら少し効くかもって感じ、はい、あそれはまあ他のウイルスの増殖を抑える似たようなメカニズムでそうですねっていうことですね、はいはい、できるかもしれないと、はい、ワクチンはちょっとむずいな。あむずいですか、はい、むずい。最後に何か言い残したことがあればどうぞ。あのねあの
政府に言いたいのは、政府が、はい、エタノール配ってくださいよ、お願いします。その方が足りないんですね。マスクも そうだけど、公共機関とか、ライブ会場とかエタノールがないとこもあるんですよね、はいはいはい、そこちゃんと配ってほしい。エタノールを配れ。わかりました。それはもうね、どうやって政府に届けよう。辛坊さんが番組で言うんですよ。いやいやいや、ジュリアちゃん一言みたいに言わないで。わかりました。じゃあエタノールを配れと言うときます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今週のニュース解説はノーベル賞取ったらまた来てください。あるんですね。いや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 、よろしくお願いします、はい、お願いします。今週のニュース解説は京都大学ウイルス再生医科学研究所宮沢孝之准教授にお越しいただきました。